はい、どうも。人ばっか来るな。小林高虎さんのですね、情報源のですね、ちょっとあれだな、声落とすか。高市早苗の講演のお話なんですけど、いつのどこのやつだっていうお話なんですけど、国葬反対なので、安倍さんが死んでからの話なんですよ。で、国葬反対の話なので、割とですね、9月入ってからの情報なんですね、多分。盛り上がったのが多分ですね、9月入ってから、お前らこんだけ俺らが反対って言ったのに、まだ国葬やるのかっていう感じでやってたと思うんで。でですね、結構クローズド、なかなか聞かない言葉ですけどね、あれ?内々のっていう意味だよね。内々の会合で、そういうのがあるの?僕ね、普通に生活してて国会議員とか、県議会議員とかね、見かけないんだけど。でですね、どうやらですよ、日本会議がですね、10月の2日にですね、名古屋で、会合かなんか開いてるんですね。おそらくそこなのではないかっていうことなんですよ。三重の方ですしね。で、で、三重の方も、天宙平和連合の方なんで、ほぼほぼ統一教会の信者で、で、ここでですね、また統一教会と日本会議がですね、結構、つながるよねっていうお話になるんですよ。で、統一教会と日本会議と高市早苗がつながっちゃうんですね。ある程度ね。でね、なんかもともと安倍さんが来る予定だった会合とかなんかそんなことを言ってるんですけど、そんな3ヶ月先の予定まで入れるの?みたいな。安倍さん、入れるかな?あ、これもあれなのかな?パーティー券かなんか取ってるのかな?君たちもこのパーティー券に出てお金を払えば、9割型菅鶴子に送ることができるんだよ、みたいな。やめるか。はい、でですね、高市早苗が、あれ、なんかですね、まあいいか、喋っちゃうか。参政党がですね、もともと安倍晋三と高市早苗を応援する集まりの党らしいんですよ。ちょっとね、情報が古いんで、いつ頃なんだろうな、2014年とか2018年とか、そのぐらいの話かもしれないけど、もともとですね、国政なんか出るようなとこじゃなくて、なんかあれだな、決闘した時に、カズヤチャンネルがどうとか言ってたから、あれ、いつの話なんだろう。で、はい、すいません、つなぎで。カズヤチャンネルがどうとかの頃なので、あの人も長いか、わかんないね。昔はもうちょっとかっこよかったんですけどね。で、だから、天宙、小林高虎、天宙、統一教会、高市早苗、参政と神谷が繋がるんですね。参政とまでか。ちょっと止めまして。はい、つなぎで。で、ちょっとまとまんないですね。まあ、神谷、参政党が、統一教会みたいな。なんか、そんな話もありましたけど、やっぱ統一教会ってすごいのかな?
はい、まあ、小林貴虎がですね、高市早苗からですね、極秘情報をいただいたのはですね、10月2日の名古屋の日本会議、日本会議というのかな、らしいですよってことで、僕も断言できないですからね。でもあれですね、まだ高市早苗がどこから情報を得てそれを言ったのか、はい、調べる必要がありますねってことで、はい、今回以上です。